今年夏ごろに串本町で打ち上げが予定されているロケットカイロスを応援しようと、JR 西日本和歌山支社は、ロケットを描いたマークを掲げる特急黒潮を明日から運行すると発表しました。今日大阪府泉佐野市にある JR 西日本の車両所で、特急黒潮ロケットカイロス号がお披露目されました。 この企画は、今年夏ごろに串本町で打ち上げが予定されているロケット、カイロスを応援しようと、串本町と那智勝浦町が JR 西日本和歌山支社の協力を得て実現したものです。列車の前後には、日本地図の中心にロケットが描かれたマークが掲げられているほか、列車の両側面には、ロケットが宇宙に飛び立つ様子を表したマークがデザインされています。 列車は1編成であすから令和9年頃まで新大阪・新宮間で一日最大4本運行される予定です。